今年のよさこいは特別演舞と銘打って8月10日11日の2日間、規模を縮小して行われます。よさこい祭り振興会はこれまで前の年に参加したチームに参加申し込み書を送っていましたが、今年は請求があったチームだけに送ることにしていて、今朝の時点で105チームから請求がありました。参加申し込みの受付は今月23日から来月7日までです。例年よりも会場の数が減ることや、よさこい大賞などの賞レースがないことなど、これまでとは違った形での開催に参加を決めているチームは、費用を例年よりも下げて参加しようかなと思ってて、直打者もその2019年一応作ってるので、そのパーツを使ってっていうふうに考えてます。直打者については複数のチームで一緒に使うことが認められていますが、実際問題多分無理やと思うのでこの各会場に直打者があって、それを使いますっていうか、なんかまあ、その分のいくらかはこっちが参加費として払ってみたいな感じでやってくれたらありがたいな。その上で振興会がもっと温度を取ってほしいと言います。一方、振興会はこれまで通りチームの運営はチーム主導で行ってほしいとしています。よさこいは今まではそうやって各チームの工夫とそので直打者であったり衣装であったり人数であったり運営されてきましたんで、我々がその200チームを全部掌握はとてもじゃないけどしてません。毎年4台ほどの直打者を制作している高知市の流芸には、今年はまだ1台もチームからの発注がありません。開催の最終決定が8月1日になるということについて、実際その地方にしてもね、結構なお金もかかりますし、それを1日でダメになりましたって言って作ったお金はどうするのっていうことがまず第一かなと思うんですよね。これまで誰も経験したことのないコロナ禍の祭り開催へ、よさこい人たちの模索が続きます。